こんにちは、TD です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こういうスタイルの Vlog でいこうかと思います。地道に育ててたアボカドです。めちゃくちゃ大きくなりました。スーパーで売ってるアボカドの種から育ててみたんですけど、こんなに芽が出て、葉が出て、大きくなるんですね。すごい毎日成長を見るのが楽しみになっています。今日は新しい機材を使ってこれ Vlog 撮ってるんですけど、DJI のポケット2というちっちゃいジンバル付きのカメラですねを使って撮っています。これこの前結婚式撮影ではなく列席の方ですねに、行ったんですけど、その時にもらったお花ですね。ちょっとドライフラワーにしようかと思ってこうやって吊るしています。はい、ということでこの DJI ポケット2を使ってデスクツアーをしようかなと思います。結構1年前にもデスクツアーの動画上げさせてもらったんですけれども、ちょこちょこと環境が変わったりしているのでゆるーく撮っていこうかなと思います。はい、まずはこのキーボードとかのゾーンですね。黒に全部揃えたいということで、すべてアップル製品で揃えました。このマジックキーボードも黒のものにして、ちょっとこれ黒のやつ高いんですよね。はい。しかもこの長いバージョンしか売ってなくて、実際ここより左側しか使わないんですけれども、黒がないので、これを買ってしまいました。で、こっちも黒のマジックトラックパッドですね。編集の時に割とトラックパッドも使っていたので、もうこれも黒のを買おうと思って買っちゃいました。これが黒のマジックマウス2ですね。これはもらい物になっております。奥側ですね。ここはそんなに変わってはないんですけれども、まあ、新しくこの10テラのハードディスクが出現しています。以前まではデュアルモニター、モニターを2枚使って作業していたんですけれども、ちょっと最近このクラムシェルモードで、まあ、編集とか、作業をしたりしています。なんかデスクトップパソコンかみたいな感じですね。でこのクラムシェルモードにしてちょっと悩んでるところがあって、配線というか変換の配置をどうしようかっていう風に悩んでいて、 HDMI 出力とか、まあ、こういう風にポートとかあるんで、まあ適正な位置に置きたいなぁと思うんですけれども、なかなかうまいこと置けなくて、今こういう配線になってます。ドックステーションとかあると思うんですけれども、結構高いんですよね。安くても2万弱とかのとか、があって、それ変換のために買うのはちょっと出費が大きいなぁということで、とりあえずこういうスタイルで、設置をしております。結構この左右のスペースですねがすごく広くなったので作業はしやすくなりました。今のデスクはこんな感じになっております。おはようございます。今日はこのちっちゃいカメラで動画を撮りながら行こうかと思います。もういいですね。はい、ではお願いします。どうしよう。恥ずかしいやん。万博記念公園。ね、結構よくて。いいですね。うん。なんかなんか覚えたから、また撮影できたかもしれない。お花とかもありました。あった。あとなんかお城みたいな。はい。なんか建物。はい。が結構奥の方にあって万博記念公園の。いいですね。ここも。
セミの抜け殻持って帰ったり、タケノコ持って帰ったり、すごいなすごいなと思って、この前でも撮りましょうかな。ちょっと次あの奥まで行きましょうかね。はい、僕ちょっと移動します。じゃあ食べたやつにしましょう。食べたやつが一番です。え、真っ白、すごい、ふわふわなですね。なんかいちごジャムみたいに赤い、これ食レポ。ああ、はいはいはい、やってましたね。いきます。はい、コーナー、はい、いい感じですね。ありがとうございました。終わりです。